ニコメディアのアドリアノとナタリアはキリスト教の殉教者、カトリック教会と聖教会の聖人である。アドリアノはハドリアノとも表記される。ラテン名でハドリアヌス、アドリアヌスとも。聖教会ではニコメディアの聖地名者アドリアン、聖地名女ナタリアと表記される。聖アドリアノと聖ナタリアの遺コ彼らについて歴史的記録は残されていないが、 ヒエロニムスの殉教社伝の3月11日の校で、アドリアノと23人の仲間の記載が確認される。ガレリウス統治下のローマ帝国で殉教したとされる。後に、ホノリウス一世は、ホロロマーノにあった、元老院議事堂を教会に改装し、アドリアノに捧げている。聖アドリアノ、ハンスホルバインが親衛隊の召喚だったアドリアノは、ニコメディアにおいて、 ガレリウスと共に22人のキリスト教徒を捕らえて、拷問にかけ、信仰を試した。アドリアノは彼らの信仰に感銘を受け、自らもキリスト教徒となることを宣言したために投獄され、拷問にかけられることとなった。アドリアノの妻ナタリアは、アドリアノと共に投獄されているキリスト教徒たちを、密かに応援した。迫害のために信仰を隠していたがナタリアは、 キリスト教徒であった。アドリアノは足首を切り落とされ、金床とこの上で桃を砕かれた後、両手を切り落とされて殉教した。また、仲間のキリスト教徒たちも彼と同じように足を切り落とされ殉教した。ガレリウスが殉教者たちの意外を焼き払うよう命じたため、ナタリアはこっそりアドリアノの片手を隠し持った。しかし、意外が火の中に放り込まれると、 突然の大雨で火が消え、意外は無事だったので、キリスト教徒の手でコンスタンティノープルに運ばれることとなった。家に戻ったナタリアは、しばらくの間、アドリアノの片手と共に暮らしていたが、ご民間に求婚されたため、コンスタンティノープルに逃げ出した。コンスタンティノープルにたどり着いたナタリアは、アドリアノの意外に手を戻すと、アドリアノの夢を見た後、 周りに別れを告げて、息を引き取った。ナタリアの遺体は、純教聖人たちのそばに並べられた。聖アドリアヌス像、ヘントの聖ミカエル教会アドリアノは、兵士、肉屋、鍛冶屋の守護聖人である。ローマ貴族、または、騎士の服装で、金とことなまりを持った姿で、ナタリアと共に描かれる。記念日は9月8日。聖教会においては、 ナタリアと共に数形されており、カトリック教会においては、アドリアノの,のみが劣勢されている。ヘアーバーモン、チャールズ、エド、ヘイドリアン。カトリックエンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー。ありがとうございます。